友達と飛行機で初めて旅行に行った時に航空関係の仕事に憧れを抱いて、二等航空整備士を取れる学校は専門学校とあるんですが、大学で取得できるというのは崇城大学が唯一の大学だったため、ここを選びました。一限から四限までしっかり授業が詰まってて、今は3グループに分かれて機体実習、機体例えば動翼を取り外したり点検をしたりなどを行っています。二等航空整備士という資格を取得するために勉強に励んでいます。航空整備士には英語は必須で、マニュアルも全て英語なので、 TOEIC で高得点が取れるように頑張っています。まあ、いい意味で印象が変わったんですけど、大学って自由にというか、まあ、一人ですることが多いと思ってたんですけど、自主性を生かしながら先生に相談できるチューター制度などもあり、学習環境もかなり整っているため、いい意味で期待を裏切られました。素晴らしい環境、経験豊富な先生方、そして何より日本全国より同じ目標を持った同期が集まってきます。そんな環境で私たちと一緒に夢を叶えられるように頑張りましょう。